散財は人生や、どうもなおぽんです。最近撮影場所を地味に変えました。そういえば季節ごとに部屋を模様替えする人は多いけど、デバイスを模様替えする人ってまあおらんよね。でも毎日同じものを使っててもちょっと飽きるやん。ってことで今回は夏っぽいマウスを作っていくで。もう先に言っておくけども、最後にマウスが壊れます。丁寧に丁寧にマウスを壊す動画としてご視聴いただけると幸いや。まあ作ると言っても既製品を塗装するだけやからハードルは低め。今回使うのは超軽量穴ぼこマウス、ファイナルマウス。これをいい感じに塗装して、なんとなくそれっぽいのを作っていく。一応軽くこのマウスについて説明しておくけど、知ってる人はスキップしてな。このマウスは一時期爆流行りして転売されるくらいのものやってんけど、理由は単純、とにかくボディが軽いから。その重さはなんと驚異の 47g。 イメージしにくい場合は冷蔵庫にある卵を手に取ってみてほしい。まあとにかく軽くて長時間使ってても疲れにくいとかなんとか。わいは最近知ったんやけど、ゲーマーの間ではかなり人気やったみたいやね。ってことで紹介はほどほどに、作業に入っていくで。先に手順を説明しておくとこんな感じ。分解、洗浄、塗装、組み立ての順番に作業していくで。まずはこのマウスを分解していく。裏面のラバーは下部だけネジが入ってるから上部はそのままに剥がしていく。この時剥がしたラバーを再利用する場合は丁寧にしないと曲がるから注意やね。ネジを2本剥がしたら本体を2つに分かれるように分解。このマウスは軽量化に伴ってネジもかなり少ないんよね。おかげで分解が楽やから、こういうカスタマイズに向いているんやで。中古やからか髪の毛とか赤が入ってるんやけど、ほんまにキモいな。買う前から思ってたけど、この穴ぼこって衛生的には最悪な形状やね。ここからの分解は爪をどんどん外していくだけやけど、わいは全然分からんかったから YouTube を参考にしてる。今回参考にした動画はこの辺のやつ。一応概要欄にも貼っとくから、よかったら参考にしてな。分解ができたら脱脂と掃除も兼ねて洗剤で洗っていくで。これでマウス表面についてた油が取れて塗装のりが良くなるはず。新品ならこの作業はなくてもいいかもやけど、中古ならしといて損はないと思う。脱脂ができたら次にヤスリがけして、さらに塗装のりを良くしていくで。ヤスリの粗さは適当に選んだけど、まあ表面を粗くするためにやってるから、目が細かいやつよりは粗いやつの方がいいやろうね。今の作業で粉が出ちゃったからもう一回洗うで。今回は粉を落とすだけやから洗剤はつけなくて OK。 ワイは間違えて洗剤入れてしもたけど気にせんといてな。次に塗装していくんやけど、今回用意したのはこちら、オレンジのスプレーとクリアーのスプレー。クリアは最後の仕上げとマーブル塗装をするときに使うで。まずは水面にオレンジをしっかり入れてクリアで調整。あとは棒状のものでかき回していい感じのマーブルを作っていくで。 YouTuber は簡単にやってのけてたけど、これ普通にむずいわ。というかなかなかしっくりくる柄が出てこんのよね。パーツを透過したら引き上げるときにかぶらんようにしっかり覗いていく。塗料がもったいないような気もするけど、これが多分重要な作業やね。微妙やね。一番塗料をのせたいところにのせられんかった。多分ゆっくり入れずにやったのが原因やな。ってことで反省を生かして次はゆっくり入れていくで。慎重にゆっくりな。穴ぼこの部分は全部塗装することにするで。1回で一気に塗ろうとするともったりするから3回くらいに分けてやるのがおすすめ。最後にクリア塗装で表面に保護していくで。それぞれのパーツが乾いたらしっかりまぶしていく。マウスって毎日触るわけやが、この辺しっかりとしとかなあかんよな。クリア塗装が乾いたら、あとは組み立てたら完成や。要するに分解と逆のことをすればええんやけど、 YouTube に誰も載せてへんかったから地味に大変やったわ。まあ夏っぽいかと言われると全然そういう風には感じへんねやけど、塗装の出来自体はそんなに悪くないと思う。最後に蚊取り線香をそばに置いたら夏っぽいマウスの完成や。てか夏っぽいマウスってなんやねん。おふざけはほどほどに使っていくで。これまで使ってたマウスが重めやったから、ファイナルマウスは軽すぎてまだちょっと違和感。
わいはマウスを強く握る癖があるからあんまり軽いと浮き気味になってしまうんよね。で、改めて説明したいんやけど、ナオポンマウスを壊しました。組み立てたと同時にクリックが押せなくなってたわ。物理的な問題やから裏面の塗装か分解時にかかった力のせいか、どちらにせよクリックが押せんくなったのは事実。やっぱ軽いからその分繊細なんかな。直し方がわかる人はよかったら教えてください。ってことで今回の動画がよかったらチャンネル登録よろしくな。ほな、散々や人生やで。だから分解したくないね。そう、嫌や、壊れるから。